みなさん、こんにちは。挨拶変えないと。Hey guys! ねえ、スパナットです。今日は、この、低スペックパソコンである Amazon の Fire タブレットで、このヒカキン登録者1000万人行く前生配信という、この動画を見ようと思ったんですけど、驚愕の事実を知りまして、このヒカキン、まあ、王者のヒカキン様が、スーパーチャットめちゃめちゃ送られるじゃないですか。あの料金を送ることができるシステムがあって、それをスーパーチャットと言うんですけれども、それを使うことによって、まあそのクリエイターを応援することができるんですよ。まあ、そのシステムを使って祝ったりとか、そのコメントを優先的に読んでもらうとか、まあ、そういうことをしているも YouTuber もいるわけですよ。それもお金がもらえるわけですから。まあ、僕は底辺中の底辺で登録者がね、登録者様が、まあ、貴重な貴重な6名様がいらっしゃいますので。まあ、1000人という収益化が見込まれる数字と、週間で確か、再生時間が400時間以上超えるという、ノルマを達成してないということであります。なのでこのスーパーチャットで読むのは僕には程遠いものでありまして、届くまではあと数年かかると、まあ一生届かない可能性もありますが、その前に YouTube がオープン化して謎の動画投稿サイトに移行するとか、まあ、そういうこともあり得ることであります。はい。でこのヒカキン様のこの動画がありまして、これがまあ登録者達成まで、まああと1000人ぐらいにしてみましょうか。出してリプリじゃなくてチャットの全てのチャットもうこの状態で送られている状態で見てみるんですよ。まあ、ちょっと見てみましょうか。でここで祝いのスーパーチャットが大量に送られるわけですよ。これが大量のスーパーチャットです。はい、塊かけます。はい、もうこれちょっと止まってます。指で止めてるわけじゃなくてもう止まってます。これでもう祝いのスーパーチャットでしかないんで、これ止まってるわけですよ。スーパーチャットがこれに低スペックタブレットが耐えれることができないんですよ。おめでとうとしか言えないんですけどね。なんか9割ぐらい出せなかったんですけど、いや本当にこんな長い間僕のことを楽しみくださって、やばい、もう動かない、そのタブレットがもうここまで来れたと思って、動いた動いた、本当にありがとうございます。いやまさかね、昼間に行くと思ってなかったんですけど、いや、まあでも思ったより早く登録できるってことは、もう嬉しいに越したことで、やばい、ありがとうございます。はい、はいはい、見てください。落ちました。落ちましたよ。これが王者ヒカキン様の、まあ、底力のようなもので。あります。本当にタブレットが落ちるぐらい、そんなにね、まあ、有名な方であるということに変わりはないのでね。何をしてるんでしょうか。僕のこの登録者6人が、底辺が、この低スペック PC じゃないや、タブレットでなんとか生きてる僕にとって、あんなことはもうないと思いますね、この人生で。まあ、頑張って動画投稿していこうかなって思います。はい、では、ヒカキン様の動画を見るとタブレットが落ちる。これは本当のでした。では、またお会いしましょう。See you!